マリアリとバルベラ・ノーリアは、スペイン・バレンシア出身の政治家、国民党所属。1983年から2015年まで、バレンシア衆議会議員を務め、同時に1991年から2015年まで、バレンシア市長を務めた。2015年から2016年の死去時までスペイン、国会上院議員を務めた。1995年から2003年まで、スペイン自治体、 県連盟会長を務めた。母親は、セラミック工場を起こしたミゲルのウリアの子孫かつ、工場の相続人であり、父親のホセ・バルベラ・アルメイリエスは、エル・コレオ・ガリエゴ紙でディレクターを務めたジャーナリストで、ある。父親は、バレンシア記者協会で30年以上も、会長を務め、バレンシア市議会議員も務めた。1948年7月16日に、バレンシアに生まれた。 バレンシア大学経済学部で学び、政治学、経済学、経営学の学位を取得した。マドリード・コンプルテンセ大学ではジャーナリズムを学び、情報学の学位を取得した。ラジオ・バレンシアでジャーナリストとして働いた。1987年から1990年には国民同盟バレンシア修士部長を務めた。1991年、 スペイン社会労働党のクレメンティーナ・ロデナスの公認としてバレンシア市長に就任した。1995年にはアコルーニャ市長のフランシスコ・バスケス・バスケスからスペイン自治体県連盟会長の座を引き継ぎ、2003年にバスケス・バスケスに引き継ぐまで8年間会長を務めた。百九十五年から百九十九年、百九十九年から二千三年、 2003年から2007年、2007年から2011年、2011年から2015年と、6期24年に、渡って、バレンシア市長を務めた。バレンシア市長の座にあった2008年スペイン議会総選挙時には、国会議員に転身するという提案を断っている。バレンシア育ちであるものの、現地語である、バレンシア語ではなく、スペイン語を使っていた。 2015年に同志の日祭りでの開会宣言を行った際に文法、語彙の両方において間違いだらけのバレンシア語を喋り批判を浴びた。その中でも陽気を意味すると思われるエルカロレーは流行語になりカタルーニャ語圏のみならずスペイン全国で知られることになった。2014年のバルベラ2015年5月24日のバレンシア市議会議員選挙で バルベラが筆頭候補を務める国民党は10議席を獲得して第1党の座を維持した。しかし前回選挙からは10議席を失い、過半数の17議席に達しなかった。市長指名投票では、左派が結集し、17票を獲得したジョアン・リボーが市長に指名された。10票だったバルベラは市長を退任した。 2015年7月23日にはスペイン国会上院議員に就任した。2015年スペイン議会総選挙の結果、選出されたのではなく、バレンシア州議会の指名によって選出されたものである。2016年4月21日、調査裁判官はバルベラをマネーロンダリングの疑いで、スペイン最高裁判所に起訴した。 最高裁判所は9月13日に公式な調査を開始した。一般的にこれは起訴前の段階であり、国民党はバルベラに対して上院議員の辞職を求めたが、バルベラは国民党を離脱して無所属の上院議員となり、上院議員の辞職を拒否した。死去するまでバルベラは国民党との交流や国民党の方針への投票を続けた。 2016年11月23日、マドリードのホテル、ビリャレアルでマドリードを滞在中に、心臓発作を起こして死去した。11月21日には最高裁判所で、マネーロンダリングについての証言を行ったばかりだった。ありがとうございます。